ってるの？止まってた。はい、じゃあこの時間からですね、はい、FM タウン復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けいたします。はい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ津原さん、はいはい、今日11月3日、うんうん、今日はですね、うん、世間は文化の日ということで、お休みなんですよね。そうよね。ということは、うん、のんびりとラジオを聞く方も多くなるんじゃないですか。そうかな、うん、ね、聞いていただきたい、ね、情報てんこ盛りででしょ、ね、行きましょう。今日もね、本当に皆さんにちょっと、ね、聞いていただきたい、また情報をですね、たっぷりと津原さん、はいはい、お待ちしておりますので、はい、そうですね、最後までよろしくお願いいたします。ね、メールなどもね、うん、皆さんぜひ、そうですね、よろしくお願いいたします。ちょっと手を休めてコーヒー飲みながらでも ね、 いいですね、書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それではメールアドレスご紹介しましょう。はい、タイトルの方にですね、はい、FM タウン復興支援番組と書いてください。メールアドレスです。すべて小文字で FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp FM 数字の786アットマーク FM 読みたん .co.jp となっております。はい、皆さんからのメッセージやね、またいろんな情報などがありましたら、うん、そうそう、よろしくお願いいたします。ね、なんか感想とかね、うん、そんなのでも全然いいと思わないです。うん、そうですよね。なんかこういう流れてる情報とかでもそうですし、まあ、番組のことでもそうですけど、うんうんうん、ね、なんかこう思うとか、ね、ぜひ皆さん、うん、なんかやってることを全部伝えるとかじゃなくても、何してるようじゃなくてもね、うんうん、ぜひぜひそういうお願いしたいですね、ちょっとしたお話でもね、はい、いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、この後ですね、 FM タウン復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、そのままお届けいたします。皆さん、 FM タウン復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、この時間からですね、たっぷりお伝えいたしますので、どうぞよろしくお願いします。すごい音楽だって、 UFO かとか。 UFO でしょ、ね、びっくりしたよ。びっくりした、私もびっくりした。あんまり聞かないねこの音楽ちょっと間違っちゃったかもしれない。なんかいいんじゃない、うん、なんかニュースをですね、ピックアップにするときにちょっと流そうかなと思ったんですけども、うんね、高級日バージョン。あ、そう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 、はい、いいでしょ。ちょっと違うよ、ちょっと星に乗ってやってきました。本当本当、お伝えいたしましょう。はい、ですね、いろんな情報があります。うん、まずはじめにですね、はいはい、本日行われます、うん、先週もこの時間ですね、お届けしたんですけど、はい、第5回おもろ祭りやってる。もう時間11時だった。そうそうそう、11時からやってですね、そうそうそう、夕方の6時までやってます。うん、はい、みゆきさん、この番組ね、この番組っていうか、うん、この FM 読谷の、うん、あの電波ってギノワンよく聞こえるんですよ。本当ですか。全然飛び越してから、あの海辺がよく聞こえる、ギノワンの友達が、うん、よく聞こえるっていう海越えてすごいねって言って、嬉しい。でも、うん、だからほら、ギノワンとかから近いじゃない、読谷、うん、から行くよりも近いから、そういう方々も ね、 そうですね、聞いててくださったらいいなと思って、今、うん、また読谷の方でも、あの近辺にね、今日ちょっとドライブがてらに行ってる方は ね、 ね、 ね、6時までやってますよ、夕方、はい、まだまだです。はい、第5回おもろ祭り、被災地へ笑顔と元気を届けようということで、はい、ユイレールおもろ町駅前の噴水広場の方でですね、うん、行っております。飲食、ね、いろんなものがあるんですよね。なんか東北の物産展、そうでした、そうそう、岩手のものをですね、たっぷり、ね、皆さんに、ね、ご提供するそうです。漬物とか言ってたよね。そうそう、漬物も湯べしもあるって言ったしたね、はい、楽しいイベントで、漬物とかもこうお茶漬けとかね、あんな美味しいよ。そう、私試食で食べたんですけどね。 あらずるい先にあなただっけ試食だけど、ね、なんで今日バラすの、そしてずっと黙ってたね。すいません、スミンチュの心で美味しいよ ね、 ね、ぜひですね、皆さんね、うん、沖縄の方はちょっとあの漬物とかをね、うん、食べる習慣があまりないって言うんですけれども、ね、本当に美味しいですからね、うん、そうそうそう、ご飯が進むんですよ、またやっぱり。そうでしょ、津原さんからのおすすめの、ね、新米出てますからねそっか、出てるよ、出てますよね、ユンタ市場にも、ユンタ市場ね、鳥取からのとかね、うんうん、あの先にここから入るところから全部入れるよって言ってからおっしゃってたので、うん、あ、じゃあこの新米のご飯と食べちゃった、早い早い、何でも早いですよね。そうで
ですか。ね、さあこのようなですね、ぜひぜひ、東北物産展などもですね、うん、やってるっていうことで、ぜひですね、お近くの方、そして今からどこに行こうかなって考えてる方、うん、6時までやっておりますので、ね、イベントもあるっていうから、これ飽きずに、フリマもあるっていうし、うんうん、ね、飽きずにこう時間をずっとね遊べそうな感じの、うん、ね、そうですね、うん、はい、子供でも楽しめそうですね。はい、ぜひ皆さんですね、お越しください。お待ちしております、はい。あ、そういえば今ご飯の話したけど、ご飯のお供の話もう一つ。あ、大丈夫、ちゃんと復興支援番組関係してるよ。あ、はいはい、ただのお腹空いてるだけじゃない。なんか食べ物コーナーの話だと大変だからね。盛り上がってからね。本当あのね、うん、あれあれ、サンマ今美味しいんですよね。ちょっともう時期終わりかけでもありますけど、うん、まあ、でもサンマね、うん、まだまだ出てるでしょ。出てます、出てます、うん、イオンタウンとかでもね見ました、うん、私も。そういえば売ってる、ね、三栄とかね、はい、あの金秀とかみんなね、いろんなところでもう旬のものということで来てますけども、うんうん、あのうちでさ、はい、あのサンマの佃煮食べた。サンマの佃煮、あの、うんうん、でほら最初放射能のこととかいろいろ心配だったから、うん、はい、三陸のサンマもどうなのかなと思ったけど、ちゃんと検査して出してくれるんですよ、うんうん、でそのね、あのサンマの佃煮、まあ、一つはうちの母が作ったサンマの佃煮が仙台から届きました、うん、あ、本当ですか、はい、どんな味でした。美味しかった、美味しかった、本当に美味しそう。顔からも出てますよ。皆さん、ね、声からも出てるでしょ。美味しかったよ。なんか脂が乗っててね、なんかこの油がまたさ、太らない油だと思ったら美味しいさ。わかる？結構ね、そのままと動かねえといけないから、ね、そう思ったら、これだったら大丈夫かなと思って、うんうん、ね、頭も良くなるっていうしとかって、そうですよ ね、うん、思いながら。であとはあの他で私が自分で買ったサンマを、うん、あのに煮つけたりとかしてね、はい、そうね、梅干しポット入れるじゃない、梅干しは みんな結構あると思うので、うん、梅干し入れて、はい、うん、で あとお醤油ちょっとうん、してでぶつ切りにしたのを入れて、あと生姜か、うん、生姜もね入れた方がいい、臭み取りで、うん、それでサンマを煮るんですよ、うん、味バッチリ、それだけで、うん、もう塩分が出るじゃない、ほら、はいはい、梅干しから、梅干しからの、うん、そっか、うん、美味しいよ、美味しそう。そういう作り方をする。うちの母はもうちょっと甘くしてました、甘いのを入れてくれてたけど、うん、私のうちではちょっとこうあんまり甘くしないので作るんですね、うん、美味しそう。これ聞いてるだけでもなんだかね、想像するだけで美味しそうだなって感じしますけども、ね、なくてごめんね、まあ、本当ですよ。話ばっかりパッチさせてからも、だからよね。サンマの話ってね、うん、はい、そうそう、なんかあれじゃない、ね、そうです、今日、伝えたいことあったじゃないですか。あります、あります、ね、今回ですね、もう皆様にもお伝えしてるんですけれども、風の便り、うんうん、こちら東北関東大震災復興支援フリーペーパーですね、うんうん、その中に美味しそうなサンマがね、今回大きく写真が載ってる、何の話をしてるかなと思ってですね、実際に風の便りの中から皆さんにですね情報をお届けいたしましょう、はい、さあこの風の便り、今回ですねもう33号ということで、頑張ってるね、頑張ってますよ ねなんかでも嬉しいですよね、このように、やっぱり長い目で、ね、うん、長く続けようっていうこう形がこの番組もそうですけど、この風の便りも現れてるなと思いますよね、はいはい、そこでですね、はい、こちらは10月29日に出てるんですけども、うん、その時でも震災は233日目ですよっていう、ね、はい、発表もしておりました、うん、さあその中でですね、あの住民の皆さんがですね、仮設住宅に移り始めた頃から、うん、避難所に来てくれた沖縄大学の学生さんから軽石ウェアが届いたっていう、はい、ね、あ、こちらでも新聞で見た、そうそう、お伝えしてたじゃないですかね、カリシアもですね、しましたね、1枚1枚ですね、手紙をつけてお届けしたということ、そのですね、避難所のリーダーがですね、うん、1枚ずつ持ってきてくれたそうなんですけども、はい、そこでサンマを送るので、うん、学生さんたちで食べてもらえたら嬉しいなということでお話が、岩手県の大槌町、はい、大槌町って大変だったんだよ。あ、そうなんですか。町長も流されて亡くなったから分からなくなって あったでしょ、ありました、町の庁舎も分からなくなって、うんうん、でまたもう衛生状態がもう最悪状態になって、うん、で沖縄の医師会の人たちが行ってたんですけど、うん、もう撤退ですっていう時期があったんだけどね、うんうん、もういいですよ行かなくてって言われたんだけど、もう医師会の人たちはもう見てられないって言って、うん、もう1ヶ月まだ1ヶ月続けたいって言って長く行ってくださった、うん、すごく沖縄とつながりのある場所、なるほど、でまたしかもこの子どもたちがこうやってね、うん、はい、うん、行ってくれた子どもってまあ大きいけど、はい、でもね、大学生だけ、ね、自分から見たらね、大学生のね、うん、人たちが行ってくれたっていうことで、うん、とっても明るくなったって言ってたし、本当ですよね、うん、やはりこの大槌町ね、先ほど町長がね、うん、もう長女も流されということで、うもうこの自分たちの地域のトップがいなければどう動いていいのかわからないということで、ね、住民がですね今回立ち上がっての、ね、うん、あの行動だったみたいなんですけども、でもこうやって
でも素晴らしいです ね人っていうのはね。またこのありがとうって気持ちを伝えたいってことね、あると思うんですよ、やっぱりみんなこう言いたいって、うん、何していいか分かんないってね、うん、被災地の人も思ってると思う、はい、私たちはこう支援するときにありがとうとかさ、なんていうの、うん、何かこう見返りを期待してやってるわけじゃないわけですよ、はい、ないです、はい、でも反対の立場になってみて、うん、その時に何かしていただいたとき、うん、何もできないのって嫌じゃな い何かやったそうまね、頑張ってますって、ね、そうそう言いたい、うん、だから自分たちが作ったものとか自分たちのところで取れるものとかを食べていただきたいなっていうの思いますよ ね、これ気持ちが分かると思った。これ大津町の仮設住宅から、はい、これ氷水に浸かってって書いてあるから、もうさもうキンキンの状態で沖縄に届いた新鮮なサンマって、皆さんさっきから美味しそうな話ばっかりで申し訳ないんですけどこの生き生きした目を本当ですよ、ね、見てごらんこのサンマの目ラジオラジオ朝からでしょね、あいや本当にこれね、うん、もうだってこれ白黒ねモノクロのペーパーなんですけど、そうなんですよね、それでもこの生き生きの目がわかると思わない、うん、目が輝いてますよ ねサンマの目もね、だからね、ということはこの地域の皆さんもですね、うん、このように輝いてるのかなっていう感じがしますよ ね、さあこのようにですね、今回の風の便りはですね、このような記事をです、たくさん取り上げられておりました。はい、さあそしてですね、うん、やはりもらって嬉しいもの、何かを伝えたいっていうこともですね、あの話が今あったんですけれども、はいはい、先週ですね、このオープニングでお話しましたチャールさん、はい、私たち冬物そうね、カリシュエアは夏だったけど、そうそうそう、ね、今度は冬のね、ハマグリ浜のですね、豊浴町の方にですねお送りいたしました。そしてたくさんの方々に届きましたっていうお電話いただきました。あ本当に、うん、あよかったよかった。そして、ね、すごく喜んでおりました。あよかったですね。だから区長さんね、うん、あれですよ、最初にもお話しされてたけど、ハマグリ浜集会場というところね、はい、その区長さんのいるところ、亀山区長さんのところ、はい、でもその周りにも何にも届いてないところがいっぱい。あると、そこもやっぱり少ないわけ、うん、30人ぐらいまで多くてもね、うん、集落の人数が、そうすると目が行き届かないんですよ ね結局ね。だからね、うん、とりあえずそういう使っていただけるものを届けられるっていう、うん、これ私たちの喜びでもあるんじゃない。でもね、はい、そうですよ、気持ちが届けられるっていうことは、うん、またね、こうやってまた寒い冬がですね、東北の方ではやってくるので、もっともっと私たちまた何かができると思いますので、うん、そうですね、うん、またお声かけさせていただきます、はい、皆さんご協力よろしくお願いします。さあそこで何ができるかということを私たちもまだね考えている方またいっぱいねいらっしゃると思うので、うん、はいはい、まだこの情報もですね、なんと CM の明け、うん、はい、ゲストを招きながら、はい、久しぶりのなんかゲストですよ。そう、あそうだ ねイケメン2人、イケメン2人はですね、うん、見に来てもいいよ皆さんどんな人かな、間に合うかな大丈夫、間に合いますよ、間に合う、はい、ぜひですね皆さんこの後 CM を挟みまして、はい、この復興支援番組ですね、読谷から日本のためにゲストをお招きしてお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは一旦コマーシャルお届けいたします。これよ、
FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしております、はい、さあ JR さんね、はい、先ほど CM の後ですね、うん、素敵なゲストをお招きしながらイケメン2人って言ったのに1人しか来てない、1人しか来てない、あらららら、うん、どうしよう、あと1人はいなくなっちゃったなんか他のマイクに入るぐらいの大きな声で笑ってるゲストだよ本当、もう早速ご紹介しましょうかね、はいはい、じゃあそれではですねご紹介いたします。さあ皆さんね、待ちに待った、もう見に来てもいいですよってお話をしました、うん、はい、素敵なゲストはこちらですね、有限会社沖縄スカイ観光サービス取締役のですね大城光さんです。こんにちは。はい、こんにちは。はい、ソミの皆さんこんにちは。はい、緊張してるって、緊張、あ、緊張してますよ、緊張してるんですか、はい、スカイ観光のお城です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ本日はですね、あのスカイ観光のお城社長もね来てくださってるということで、はい、どんな情報が飛び交うのか、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃん、ニューね、これニューですね、ニュー、一部にちょっとちらりと今まで漏らしてますけども、うん、だけど、まあ、大々的にこんな風にラジオの電波に載せるっていうのは、うん、詳しくよ、はい、うん、それは初めてのことで、初めてですよね、はい、はい、震災復興支援企画という、さあ何の企画って感じでしょ。そうですよね、東北応援ツアー4日間、すごい、じゃかじゃかじゃーん、はい、あれ、あら、おしろ社長、じゃかじゃかじゃーん、打ち合わせ通りにお願いします。じゃかじゃかじゃーんだこんな明るい感じでねやってるんですよ、はい、東北の皆さんこんな ね私たちの方が、うん、はい、ツアーを組んだということで、そう、そうなんです、うん、FM 読谷企画ということで、はい、この復興支援番組をね、うん、ずっとここで続けてるじゃないですか、私、はい、そうです。で、このこういったこう、情報とかね、うん、皆さんも聞いてくださってて、うん、よく言われるんです、やっぱり何かしたいけど何していいのとかね、うんうん、行きたいけど行っていいのとか、うん、どこ行ったらいいの、うん、ボランティア活動したいんだけどね、うん、誰に聞いたらできるんですかとか、うんうん、まあ、ここでできるボランティア活動、うん、それから実際にも行きたい、話も聞きたい、うん、いろんな要望がある中でなるべくそれを全部ギュッと濃縮して企画できないかと思ったのが、うん、このこっからだべ東北、本当ですよね、生からどうから生からこっからだべ東北、東北、うん、という ね、 そうですね、ツアーですよ、ツアーだね、いつですかいつですか社長いや出発ですか、はいはいはい、はいはい、出発はですね、もう本当年度末、うん、あ、ね、あの年末のね、年末のね、せわしい時期に入る手前ですけどもね、うん、12月の20日、はい、はい、20日から火曜日になりますか、はい、はい、火曜日から3泊4日ですね、うん、という形で23日まで、ね、祝日に帰ってくるって、はい、なってましたね、そうですね、23日はね、うんうんうん、はい、はい、の3泊4日になりますね、はいはい、おー、え、なんでこれ年末ってなんかみんな思うんですよね。ですね、確かにそうです ね、私も企画にも携わりましたがはい、市原さんにもね、いろいろと企画を手伝っていただいてますけども、はい、でもこれ年末じゃないと、というものをありますね、ご紹介しようっていう、はい、そうですね、そん中でね、いえ、仙台の方で、そう、仙台市がですか、はい、毎年もう何回目になるんですかね、もう25か、ごめんなさい、はい、去年が記念でしたから、ね、長い歴史のイベントがありますが、はい、あ、光のページェントというのが毎年仙台で行われてましたね、はいはい、ぜひそれにまた一つはね、うん、もちろん震災の皆さんのね、うん、支援もありますけども、はい、多少ちょっと観光もね、そう、楽しんでいただきたいなという思いもありましてね、これ素晴らしいんですよ、ね、本人は出身ですから ね、そう、私もまあ、若い時に出てしまってるので、うん、仙台を何度も何度も毎年は見てないんですけども、はい、でもこれ市民がね、うん、募金を募って、うん、なるべく頑張ってるっていうイベントなんですね、もちろん募金だけでは賄えないので、難しいところあるんですけど、うん、普通この光のページェント、こう、あと電飾のね、こんなのって、うん、こう木をなんていうんですか、木の形を丸くするようにこう作ったりするじゃないですか、はいはいはい、なんか揺れちゃ う、 そ う、 そ う、 そう、だけどこの光のページェント、仙台のは全部枝一本一本の両側に這わせていくんですね、だから風が揺れたら、はいはいはい、とっても綺麗で、これはね、ぜひね、お酒飲んで酔っ払ってから見ていただきたいますます綺麗クワンクワンして多分そうなんでしょうね
本当に、そういった意味合いもあってね、もう本当に、最初聞いた方はなんでこんな年迫ってからという話もね、聞こえますけども、うん、その時期に合わせてあえてその時期でさせていただいてますね。はい、160本の欅並木に46万球の電球をつけます、はい、実はこの電球今年は大変だったんですよ。この震災ので塩水かぶってしまって、倉庫が電球閉まってる倉庫が、はいはい、使えないのがいっぱい出ちゃったんですね、うん、もう錆び、すぐ錆びるじゃないですか、はい、もう塩水だからもちろんですけど、なので、うん、あの表参道、東京の表参道でもこういったのがやってるんですけど、はい、そこからあの少しお借りして、はい、やるということで、あ、今回、うん、もう本当に支援の手がね、そうやって、はい、でこういうとこってこう、なかなか行き届かない感じの電球が足りないなんてパッと思いつかないっていうかね、うんうん、あれですけど、うんうんうん、そういったところでも皆さんにお手伝いいただいたりとか、そうですね、また泊まりもね、うん、すぐ近くにね、はい、宿泊もホテルも ねやってますから、もうすぐ歩いてでも行けますんでね、うん、そうですね、みゆきさん、はいはい、どう、これどこ行きたい、私ね、先ほどジャラさんが言ってた、もちろん支援のあれはだけどさ、そうそう、うん、もちろんそれもあるんですけれども、うん、やはりですね、なんと光のペジェント、うん、あれ行きたいんだよね、とっても行きたいんです、私ねえ、うん、行きたいんです、なんかちょっとてんてんてんついてる皆さん分かりますよ ね、 はい、 ねせっかく私もですね、ジャルさんと一緒にこの復興支援番組をやってるんですけれども、ね、2人でやってるのに私しか行けないので、そう、2人は行けないんですあそこでですね、はい、FM タウンからはですね、うちのですね、社長であります中曽根社長の方がですね、うん、今回は第1回目ということで、やはりFM タウンからは代表で行っていただこうかなと思ってますので、うん、さあ30分明けにですね、うん、中曽根さんのちょっとコメントなどもいただきたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたしますね。本当にこの日程見てみるとすごいですね。そうなんですよ、ざっと説明したいんですけど、うん、あのまず観光地のところはじゃあ、あのあれですかね、はい、大城社長にちょっと担当していただいて、うんね、私この震災の関連のところをお話ししましょうかね、うん、この辺を、はい、じゃあね、観光地のねこの辺をお願いします、うん、この辺をお願いします、そうそう、東北経済発展ね、復興発展のためにインターネットご覧になってる、この辺ってこの辺この辺ってこの辺はいはい、はい、お願いします、はい、はい、そうですね、あのまず一挙に羽田経由でね、うん、あの秋田に入っちゃおうということで、うん、今飛行機の乗り継ぎから一番ベストなのはどうなのかということでね、はい、秋田空港に入っていただく、はい、でその足でね、その貸し切り部屋でずっと、はい、仙台の方に降りてくると、うん、その途中で平泉を、はい、どうしても経由しますんでね、はい、すごいな、そういう文化遺産にもなりましたね、いつでしたっけ、登録されたのは6月ですかね、その辺でしたかね、うん、そうでしたね、はいはいはい、ということで向こうの東北のね、うん、皆さんもそれで非常に気湧いていますんでね、本当にね、はい、喜んでました、うん、ということで平泉島を経由して、うん、やっぱり日本海、あ、ごめんなさい、太平洋側である気仙沼の方にね、うん、向けて走りたいなと、うん、で高速でずっとつながってますんでね、そうですね、その日で2時間ばかし走れば、うん、はい、いけるかなと思ってますけどね、はいはい、そんな平泉を見ていきたいなと思ってますね、はいはい、でそこでこの気仙沼に行くっていうことは、うん、はい、でこの気仙沼では どのような、ここはね、うん、あの島に渡ります、島に渡るんですか、これ私もね、はい、学生時代以来なんですよ、行くのね、うん、でももうあの友達とかもいるので情報とかいろいろ聞いておいたんですけど、うん、この大島、気仙沼に大島っていうところがあって、うんうん、沖縄に私はまあ子供の頃は来たことがなかったので、うんうん、来る前でも、うん、今来た後でもこの大島の海だったら沖縄に匹敵するんじゃないっていうぐらいの透明度の綺麗な海なんですよ、うん、でそこを島民がね、あの、うん、今回やっぱり震災の被害を受けたんですけど、そうですね、島を3分割になるほどだったんですって、うん、その3分割の時にね、その時に何百年も前のそのそういう地震があった時の歴史のこうね、紐解いてみたら、うん、もし地震があって津波が来たら3分割になるよって書いてあるっていうの、あ、昔からだからみんな本当なんだと思ったって、島民が、昔の人っていうのはすごいですね、今回ね、残念なことに火事まで起きたんですよ、うん、この島の中で、島の中で火事って分かるよね、みんな逃げられないさ、逃げられないですよね、海は津波だし、どこにも逃げられないでしょ、でみんなで避難所にっていうか、まあ、集まってね、いました、うん、水が来ないわけですよ、自衛隊が来るまで水も何もなかったので、うん、海の水はたくさんあるけど、うん、何で飲んだかっていうとプールの水を、うん、あそこの、うん、ろ過して、まあ、もちろんろ過の装置はねちゃんとあって、うん、あれですけど、でも辛かったと思う、うん、テレビ
リでね放映されるまでしばらくの間そういう状態だったんです、うん、でもここでもこの島民の皆さんからのお話も伺います。はい、じゃあこれやっぱり、うん、ほら沖縄も島だからさ、そうですよね、うん、考えた方がいいね、囲まれてるのでうんと思うので、うん、そういったところでもこのね観点を沖縄に向けて皆さんの防災の、うん、あの意識も高まるようにということを考えたんですけど、うんうんうん、それがもう1日目でしっかりとですね、うん、そうです、で2日目の朝はね、うん、朝ちょっと早起きしていただいて、はい、この島内の観光も含めて見ていただきます、うんうん、はい、観光もねやっぱり支援活動の一つですよね、お城社長。そうですね、ね、はい、でその観光の中でくぐなり浜っていうところ行くんですけど、うんうん、昔は沖縄にもあったという泣き綱、読谷にもあったって言ってましたね。私あの古い方に聞きましたよ、おじいちゃんたちに、キュッキュッキュッって読谷にもあったんですって、だけどもう今はないよって言っておっしゃって。本当ですか、うん、そうくぐなり浜知らないの、あらららら、私昔からいたみたいさそう、うんっておっしゃってて、いやいやおっしゃってたので、だから、うん、一緒ですねって話をこの間もね、読谷 の, あのおじいちゃま方とお話をしたとこでしたけど、うん、でそのくぐなり浜、それはもうあのうまいこと助かったよって言って、大島の方々も大事な観光資源だから喜んでらっしゃいました、うん、さあね、このようにですね、はい、たくさんのですねツアーの中身を皆さんにお届けしております。まだでしょ、まだまだまだ CM は明けてです ね皆さんにまたじっくり2日目3日目4日目お届けします、はい、早め暑いこれ。FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けしてます , 笑い声しか泣かないよもう
次のね、全然長崎の復興支援番組、東北の皆さんもね、楽しそうだなって多分、そう、ね、そう私よく言われます。本当？インターネット放送をね、うん、見てて、うん、CM の間に、うん、ほら音が入らないのに、はい、なんかなんでゲラ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 してんのって言って、何話してそんな笑ってんのって言って、ね、内緒、内緒。でも本当にこのタイトル通りでしょ？ユミタンから日本のためにっていうことで、私たちが元気にですね。そうなの、私たちが頑張らないで誰が頑張るの？そうそう。あんたがいるからさ入ってますよ、はい、ボソボソってよはい、じゃあね、もう一方ゲスト、はい、私ご紹介したいな。あ、どうぞ、千春さんお願いします。11月1日に、うん、3歳になったばっかりの方、はい、あららちゃんちゃい、うん、ちゃんちゃい、かわいい、ちっちゃい、ちっちゃい、かわいい、うん、ちゃんちゃいの方です、はい、ね、おめでとう、お誕生日おめでとうしながら、はい、ご紹介お願いします。でも私が紹介していいの全部？もうお願いします。あらら、素晴らしい、はい、FM よみたん代表取締役社長ピカピカピカ、あ、なんか音楽ないんですね。ピカ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 、はい、中曽根社長いらっしゃいませ。はい、さい、あ、はい、さい、ぐすよ、中がなくな、はい、手分けになりましてですね、はい、今日はなんかゲストで、そうですよ、招き、席が違いますね。はい、そうですね、ここに座るのは多分初めてかもしれないですね。恥ずかしくないですか？お尻ムズムズね、え後ろから前からなんかムズムズするような感じ病気だよそれ、すいません、はい、今日はありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします、名誉ある復興支援番組にお招きいただきました、はいはい、ありがとうございます、ちゃんちゃい、ちゃんちゃいもおめでとうございます。そうですね、はい、おかげさまで、はいはい、3年になりました、ありがとうございます、はいはいね、先ほどですね、うん、30分からね、私たち FM タウンの社長でいます中曽根さんもですねゲストにお招きしますということで、さあ今回の震災の復興支援企画ということで、うん、東北応援ツアー4日間にですね、はい、さあ本当にね、私も行きたかったんですよ、ね、だからもう一回言ったらここでね、てん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 何回も言ってるの聞いてるけど今まで一回も返事もらってないよねそうですよね、もう本当に社長がこのね、このスターライト、このファンタジー、うん、光の、うん、ステージと言っても分かるのかなと思う、うん、分かるのかなって、ね、この感動をね、うん、もうね、俺がバッチリ伝えますから、はい、ぜひお願いします。もう手紙書いて送るさ、ね、手紙って手紙って今時本当ですね、はい、届く前に帰ってくるよ、ね、でも今回本当にねこの企画ね、うん、スカイ観光の大塩社長とねお話しさせていただいて、ぜひ読谷からね、うん、やっぱ行きたいねって話を、前々からね話はしてたんだけど、なかなかもうバタバタして ね、で今回改めてそういう話があった時に本当にこういいことだなと思って、うんうん、本当にこうただ時期的にねどうなのかなっていうことだったんですけど、やっぱりこう今回の今お話ありました光のペジェント、はいはい、でこういう時にこそやっぱり行くべきかなと、うん、しかもねコメントにも出してありましたけど、まあ、これから、寒い冬がね、はい、やっていきますので、うん、その冬になる前に、うん、ね厳冬の前にこう熱い思いを沖縄からそう ね持ってきたいなということで、太陽しょってこう、はい、え、うん、あ、違う、あ、じゃあ俺カモしょっていこう、はい、誰ネギ、カモはしょうがない、ネギだ、カモしょってどうするんですか、カモがカモしょってっていう、あ、でもぜひね、ラジオ聞いてる皆さん方もね、はい、このツアー本当に一緒に ね参加できたらいいなと思いますので、みゆきちゃんもね、うん、本当に一緒行ければいいのに、そうです、ね、だけどごめんなさい、この4人の中、今日喋ってる4人の中で、うん、みゆきちゃんお留守番よろしく、でしょ、3名行きます、そう、3人行くんですよ皆さん、はあ、私は、ね、みゆきファンも一緒に行きたかったと思う、だからよ、でしょ、うん、今度別な、ね、企画で、ね、みゆきファンじゃ鎌倉で過ごすみたいな楽しそう。それも楽しそう。はい。でも先ほどもね、うん、あったんですけど、本当に内容豊富だね。この4日間なんですけど、吟味いたしましたのよ。ね、うん、1日目を紹介したんですけども、はい、さあ2日目の朝もね、くぐなり浜の話しました。はい、読谷にもね、うん、昔はあったという成砂、うん、そこをね、砂浜に行っていただきます。うん、で、この大島は他にも実はリフトとかあったんですよ。ロープウェイみたいな。でも火事でね。うん、ダメになっちゃったので、そこはね、山のそこの山の上に登ると一番何でも見えるので、うん、そこまでは車で行ってご覧いただくことにしようと思いますけども、うん、はい、まあ島ですからそんなに大きくないので、うん、観光って言っても長いことかかるわけじゃないので、うんうん、ぐるぐるっと回りながらご覧いただいて、うん、そしてその足でね、今度はフェリーに乗って、うん、はい、また気仙沼に戻ります、はいはい、気仙沼に行ってから、うん、曽部出身の高橋智子さん、うん、とお会いしようと思って、ね、うん、ね、テレビでも
ご覧になりました。そうですね。ね、出てましたしね、番組にもね、何度か電話中継もね、結ばさせていただきました。元気でいらっしゃいます。はい、で、あの彼女のね、実際にその体験、まあ、言葉も聞くことで皆さんもピンとくるところとか、うん、共感できるところとかあるかなと。私 ね、一番思ったのは、うん、彼女の言葉が、皆さんはなまってない、私の方がなまってるって言うんだけど、うん、でももううちなわ口じゃないなまりが入ってるんだなって思うところは、歴史を感じるんですよ、うん、彼女がね、あちらで頑張ってる姿の一つの表れだと思って、うん、それをバックアップしたいなって気持ちがすごくあるので、うんうん、皆さんと ね、そう会っていただいて、はい、そう思います。そして観光地、はい、うん、はい、はい、観光地担当大城社長はい、じゃあその後気仙沼をね、うん、後にしてから、また、はい、ちょっと岩手県のね、はい、あります先ほど中尊寺の、うん、あの平泉の話もしました、はい、もう一度ちょっとそこにちょっと戻りますね、はい、それからあの厳美系とかね、うん、というとその辺の名所もね、厳美系は、うん、あのまあまあよく見ると思うんですけど、はい、この卓国の岩屋っていうのは見ないと思いますよ。そうなんだね、まず今までのツアープランには多分入ってないと思いますね、うん、あのましてや県外から行く人たちは、うん、当日たまたま時間が空けば行くことあるんですけど、うん、組まないですね。そうですね。でもこれ神聖な場所ですよ。ここ知ってます？この岩が、あのソーダがあるところそこじゃなかったっけ、炭酸水があるところそこじゃなかったっけ、水、うん、ああそうそうそう、ね、ここ、うんうん、ちょっとこうやっての飲めるっていうか、うん、触ったりとかできるあれでね、あの一度行った覚えがあったからね、うん、すごいなんか、うん、あの拝みたくなるっていう感じの場所で、うん、岩のなんていうんですか、これ岩の中にこの、あの社屋があるみたいなことですね、うん、洞窟の中にね、うん、あるような感じで、うんうん、拝めるようになっている感じのところで、うん、神聖な気持ちをね、はい、ここで、はい、ここで皆さん綺麗、うん、に長い落としていくその丸いもの持っていくみたいなこの言い方なんか俺なんか汚れてるような感じだけどとんでもないですよまだ今度会う時はすごく楽しみだなと思って、ね、自分が行かないからってなんか悔しくていろんなこと言ってないね大丈夫だ、はい、次行きましょう、はいはいはいね、まあね、そういったところを見て、うん、それからもうまた仙台の方にね、はい、向かって走っていきたいなというふうに思いますね、はい、仙台市では、うん、今度震災体験の講話、うん、ま、3番目として、うん、はい、仙台市の若林区の住民の方々にお目にかかろうと思ってます、うんうん、若林区は私の出身の区なんですけども、はい、あの私の生まれ育ったところはもう平野なんでね、そこをこう血を這うようなこう津波が来たわけですよ、うん、で血を這うような津波の中300遺体が浜辺に上がってますと最初にあのテレビで報道されたところなんですけど、うん、私の友人たちあるいは知人たちはみんなそこから逃れるようにして走って避難所に行ったとか一夜を明かした人とかもいるし、うん、もういろんな経験をしていてその後の復興の話も赤裸々に、まあ、語ってくれるだろうなと思うので、うん、ぜひそういう本当の言葉を聞いていただきたいと思ってこの場を作ろうと思います、うん、はい、この時の夕食は仙台の、ね、はい、あなたのおすすめのね、はい、うん、郷土料理、郷土料理、そう、はい、笑って言わないでください変なもの出そうに聞こえた今違うよ、あのちゃんとしたものですよ、そうですね、美味しいものをね、はいはいはい、皆さんにご賞味いただこうと思ってます、ね、そうですね、はい、ここ見て配してますね、はい、そして、はい、残念なことに、はい、みゆきちゃんが行けない光のページェントへ、はい、これね光のページェント2日間見れるんです、はあ、また贅沢なもう本当に ね2日間も見れる、あの2連泊ですもんね、そうですね、仙台市内で2泊、ね、食事の下食事をした後に、うん、行くんですよね、ということは、うん、皆さんちょっとほろ酔いですよね、そうそうそう、ね、だって大城社長ニコニコですもん、そうニコニコ、はい、ニコニコ、ね、そうそうっていう感じがもう出てます ね本当にね、うん、そうなんです、ここの後、まあ、これは希望者の方々だけなんですけど、うん、夜が遅くなってしまうのでね、まあ、9時ぐらいになっても早く寝たい方もいらっしゃるかもしれないので、うん、2日目でもいいですし3日目でもどちらでもこの光のページェントと、もう一つは、はい、波照間島出身のうちなんちゅうで、あ、番組出ていただいたじゃないですか、あの茅本さん、そうですね、うん、あの彼がの、うん、飲み屋さんをしてらっしゃるんですね、うん、まあ、お食事もあることあるんですけど全員で押しかけたんではちょっと難しい感じの、ね、うん、あれなのでみんな希望者の方々で行って、うん、彼はもう在戦30年ですから、うん、仙台に、うん、なるほど、だからやっぱりいろんな思いがあると思う、うん、で彼の場合は内陸で被災してますから、うん、また違ったね、大変さがあったかなと思うので、うん、そういうところも伺えたらなと思っています、うんうん、はい、そして盛りだくさんですね、そうなんです、そして3日目、3日
日目、はいはい、3日目は石巻に向かいますんで、はい、その途中と言いますかね、うん、そこに、三景の松島、はい、日本三景、はい、いいやとっと、いいですよ、私後ろで歌っときますから説明です、はい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 、ということで、ね、松島屋ではうるさいね、そういうことでですね、はいはい、随岩寺あたりね、はい、見ましょうね、はい、で随岩寺さんはね震災の時にもねたくさんの観光客も避難して、うん、そうですね当地がありましたね、いうことで、あまり松島の方はね、うん、その被害の、ね、そうなんですよ、沖縄でいうとこの羽地内海みたいに島が点在しているので、うん、その島に全てが引っかかって、うん、網だとか流されたものが引っかかって、はい、この陸地まであまり来なかったんですね、でも来ないって言っても3メートルは来てるんですよ、で来ない それも来ない方なんだね、だから、うん、だから普通平均20メートルぐらいなんで、だから来ない方なんですけど、だからそこも ねご覧いただいて、ということで、はい、その後あとまた石巻の方にね、はい、向かいたいと思いますね、はい、この石巻では、はい、まあ、復興支援番組でもずっと支援してますし、はい、ソベの皆さんにも、ね、うん、ちょうどあの区長さんとも ね電話でつないだりとかしました、はい、浜栗浜に伺います、はい、こちらではやっぱりその小さな区をまとめながら、はい、どう震災を乗り切ってきたか、うん、避難所運営が大変ってね、うん、おっしゃってたんです、うん、やっぱそれってもうちょっと私たち身近に感じるべきと思って、うん、だって私たちも離島じゃないですか、そうですね、島って孤立したらもう大変だと思うんですよ、うん、ここでみんな仲良くやるにはどうしたらいいか、浜栗浜はとってもうまくいってたと私の目には他の区と比べてね、うん、見えるので、そういう話も伺えたらなと思ってます、はい、そして夜になってまたスターライトファンタジー行きます。いいでしょう。あのお昼はその、はい、石巻に入ってからお昼、うん、あ、そうですね、石巻でお昼はね、うん、基本みんなお弁当になると思います、うんうんうん、やっぱりこう移動時間短縮のために で、ね、でも、はい、全て、うん、もう地元のものって、うん、ちょっと名物料理とか、いや、そういったあのこの時間ね、うん、復興支援番組の時間なので、ちょっと中継をね、結ぼうかなと、そういうふうに考えてますので、一人は、そうだね、でもいいですね、それいいですね、そうしましょう、それでいい、木曜日の1時、木曜日の1時、はい、お石社長、うん、大丈夫ですか、うん、大丈夫、大丈夫ですか、はい、あ、ここでも許可 OK ということで、はい、ぜひ、じゃあぜひツアーの中でね、はい、やっていきましょう、あ、いいね、はい、じゃあこのツアーの中の模様などもですね、現地のですね、まだ今回この3日目に復興支援番組の時間帯にそうですね、ということで、いろんな話をしていただこうと思います、うん、そして一緒に行かれるね、皆さんの声などもお届けできたらなと思いますので、はい、しっかりと皆さんよろしくお願いいたしますね、頑張ってくるわ、はい、そして最後のコーナーにまた皆さんにですね、詳しくお伝えしたいと思います、はい、それでは一旦コマーシャルお届けいたします。
FM 読谷復興支援番組、読谷から日本のために頑張ろう日本、頑張ろう読谷。大して言ってなかった今ローってローって聞こえた、ね、でも打ち合わせなしでよく皆さん頑張りましたね。はい、頑張りました。最後のコーナーになりました。ズワルさん、はいはい、そして、最終日、最終日、うんうん、はい、お届けしましょう。これホテルがね2連泊って言いましたけど、これやっぱりほら荷物を持って歩かなくていいでしょ、観光の時とかって。それがいいかなと思ってね、うん、でゆっくりご覧いただけるっていうのでこういうプランにしてるんですが、うんうん、最後の日の朝は仙台から出発になります、はい、で朝この日は、出てからあの仙台にある青葉城址、うん、城址だからもうお城はないんですけども、はい、伊達政宗のねいたところ、うん、そこに行ってあの博物館の中、うん、この伊達家の歴史とかをねご覧いただきながら、うん、仙台藩は62万石と言われたところなんですけど、うん、そういうのをご覧いただきながらね、甲冑とかいっぱいあるんですよ、うん、鎧とか、かっこいい、とってもねゾゾワっとするんだけど、うん、みんななんか侍がいるかのように見えて、でそこをねご覧いただいたりしながら、うん、お昼はあの駅ビルに行くんですけど、うん、仙台駅のビル、うん、なんか駅ビルって思うかもしれないけど、今ここね素晴らしいんです。もう寿司屋、うん、それから牛タン屋、うん、こんなかのれんがダダ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 ダって並んでて、すっごいいつも超混みなんだけど、うん、ちょっと前に行って美味しいものをパッと食べていただけるようにね、うん、そこでアレンジして、うんうん、食べ残しのないように、うん、もうあれ食べたかったのにとかね、うん、悔いのないよう に全部食べてから帰っていただこうと思ってます。はい、うん、お帰りは東北新幹線で、うん、ノンストップ便で、うん、あの東京駅に行ってそこから羽田へと、はい、そうですね、はい、帰りの便は何時ですか ね、これは最終フライトに接続していくという形ですね、うん、はい、目いっぱいですね、うん、はい、8時半、はい、でも8時半に着くってことは、ね、うん、那覇に着くってことは、まあ、10時前ぐらいにはもう ね、うんうん、帰ってこれるってことですから、うん、はいはい、まあ、いいですね、いいですね。さあ12月20日火曜日から23日金曜日までという4日間の旅となっています、はい、さあこちら料金の方はどうなってますでしょうか、大城社長。あ、旅行費用はですね、うん、129,000円、はい、はい、その中で支援物資ですか、うん、ということで、うん、5,000円を、うん、その費用の中に、はい、含まれているんですね。なるほどね、うん、私たちの手で支援物資を届けようと、うん、届けると、うん、素敵です ね、直接ね、直接手と、ね、手にちゃんと受け渡すんですね。そう、うん、それがいいよね、なんか、うん、誰に使ってもらえるか分かってやれるっていうのはとっても嬉しいことです。本当ですよね。さあぜひですね、皆さん一緒にですね今回のですね企画行きましょう、はい、東北公園ツアー4日間です ね、はい、お一人様旅行代金129,000円となっております、うん、さあこちらどちらの方にお問い合わせしたらよろしいですか。はい、申し込みはこちらまでお願いします。こちらってない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 テロップ出てない、テロップ出てない、はい、はいはい、私どもね、うん、スカイ観光の方で、はい、受けたまわっておりますんで、はい、電話番号も言うの、はい、はい、お願いします、958-1193 ですね、はい、事務所は紫村の駐車場のスペース内にありますのでね、うんうん、はい、よろしくお願いいたします。あと大城社長の携帯の番号も、はい、あ、私のそうそうそう、はい、はい、言わない言わない、パックスでも大丈夫ですね、はい、言わなくて大丈夫ですか。ファックスは958-1194 一番違いですけど、ファックスもね、うん、ほら営業時間外だったりとかするときとか、うん、でもその時しか連絡つけられないとかいうときには、うん、ね、ファックスでいただいてもまた、うん、はい、スカイ観光さんの方からご連絡いただけますよね、うん、はい、はい、またこのですね、うん、チラシね、フライヤーなどはですね、FM 等の方にも置いておりますので、うんうん、ぜひちょっと気になってみたいなっていう方はですね、うん、ぜひ FM 等の方までお越しください。そうですね、はい、観光にももちろんございます、はい、さあね、こんな素晴らしい企画をねしてくださった皆さん、ぜひまたですね多くのものを情報を発信していただきたいんですけど、さあこちら最後にですね、それぞれまたこの東北のですね支援企画のツアーにですね込めた思いなどをですね、まず大城社長からお願いいたします。そうですね、やっぱり自分の足でですね踏み込んでみないと、うん、どうしてもね、いろんな情報、この番組もそうですけどもね、そういう情報はたくさんいただいていると思いますが、まあ自ら行くことによって、見たり聞いたり匂いがもありますし、そこに吹いてる風もありますしね、うん、はい、そ
そういったのを感じていただきたいなというふうに思ってます。でこれは単純に我々観光業者だけでできる企画じゃございませんので、うん、今回の皆さん FM さんね、はい、イコール千春さんのね、うん、があってできる企画ですから、これはもう本当に読谷初になると思いますので、ね、うん、よろしくお願いします。そうですね、はい、よろしくお願いしまして、はい、FM 谷中曽根社長お願いします、はい、今回ですね、まあ、この番組が4月からスタートさせていただいて、あのいつもねあの話していただいてるんですけども、とにかくもうこれはもう本当に無期限で、うん、やっていくべき支援だろうと、で、うん、FM 谷としてできることを、うん、っていうのはやっぱりそういう情報を、ね、発信し続けることが大事だろうということで、そういう番組をさせていただいてましたら、本当にこう読谷村内で、うん、旅行業者のスカイ観光さんと、はい、そういう情報発信する FM 谷と一緒、うん、ベクトルが一緒なんだよ、思いがね。うん、そんな中で、番組担当してます、まあ、みゆきさんね、それからチャルさんと、はい、この番組の主催でやりましょうということでですね、スカイ観光の社長、了解いただいて、うんうん、ですから、読谷でできることがまた一つ増えたんだなと、うんうん、こんな自治体ないですよ、うん、多分ない、ね、うんうん、これ自慢していいと思います。そう、これはもう大きく自慢して、旅行者も、うん、放送局も読谷で、うん、ぜひ、読谷の皆さん方、自らを足を運んで、今お師匠がおっしゃるようにですね、うん、現地の方に行って同じ割った日本人としてですね、うん、同じ思いで、頑張っていただいている方々に本当に読谷から頑張っていきたいなということを思いますので、ね、頑張ろう日本、頑張ろう読谷でスタートしていきたいと思います。よろしく参加お待ちしております。はい、はい、お待ちしております。そしてチャールさん、はい、私は今までいろんな言葉で語っているので、今ここにパンフレットに載せた言葉をちょっと読み上げさせていただいて、お話ししたいと思います。東北は負けていません。こっからだべ東北。宮城、岩手、福島はそれぞれの復興を目指し頑張っています。山形、秋田、青森も積極的に避難者を受け入れています。復興へはまだまだ多くの手が必要です。2000キロ離れた沖縄から東北を見守ってくださる友達になってください。現地を見て聞き触れていただき、沖縄のご家族やご友人にも伝えてください。もう誰も家族や友人を亡くし悲しまないためにも、東日本大震災の記憶を皆さんの心に留めていただきたいのです。FM 読谷パーソナリティ、そして添乗員務めます玉木千春です。はい、さあね、はい、皆さんの熱い思いがあります。ぜひ一緒にですね、震災復興支援企画東北応援ツアー4日間の旅ですね、ぜひ皆さんで一緒にね、はい、楽しんで、またね、はい、多くの皆さんに情報など、またね本当に、被災地のね皆さんの情報などもしっかり私たちの方で受け止めていきたいと思います。どうもよろしくお願いいたします。はい、本日はね素敵なゲストをですね、はい、ありがとうございました。有限会社沖縄スカイ観光サービス代表取締役大城光社長ですね、ありがとうございます。そして FM 読谷ですね、代表取締役や社長中曽根智春さんでした。ありがとうございます。ゲストでございました。ありがとうございます、はい、変な感じなんかもらえるのかね私もらってないもんゲストの時はい、今日もですね、はい、FM タン復興支援番組、読谷から日本のために、頑張ろう日本、頑張ろう読谷、お届けいたしました。最後はできましたね、はい、はい、また来週ですね、この時間皆さんにたっぷりお伝えいたしますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは見た皆さん、皆さんまた来週さよなら、さよなら皆さんって